皆さんこんばんは。2020年4月2日上場桜学校春休み8日目になります。2020年経っての2回目の桜学校を始めたいと思います。まず前半は数学バージョンで、昨日に引き続き方程式の、文章題パターンで当たりくじの問題をやりたいと思います。それではよろしくお願いいたします。で今日はちょっとあの事情で外に出て、ま、きちんと用事がある、あの緊急の用事がある内容で外に出ておりますので、ちょっとあの紙でやらせていただきます。でまずその、本日 の、その当たりくじの確率の問題をする前に、昨日からの話のを整理しておきたいと思うんですが、このバス停のような表を書いて、このバス停の足し合わせのことによって方程式を立てていくという話をいたしました。で、速さ、時間、距離の弾きの問題ですね。それから値段と個数と合計金額、その商品の合計金額の猫金の問題をやりました。で、昨日は、食塩水と、の濃度と水溶液量と食塩量ということで濃水晶という形をやりました。で本日は、まあ、ちょっと覚え方は、まあ、実はその出題頻度はそんなに高くないので覚え方まで考えてない、考えてないんですが、比較的この食塩水パターンと似てる。食塩水は濃度はパーセントですね、パーセントです。で水溶液量というのがその、食塩水全体の溶液量、そしてその中に入っている塩の量、これと考え方が似てるんですけど、そのここに当たりの確率を書きます。これは当たり確率パーセントですね。そしてくじの総本数をここに書きます。そしてそうするとこれとこれをかけると当たりくじの数が出てきます。でこのバス停の考え方を応用しながら実際に問題をやっていきましょう。で先日言いましたように、この弾きのパターン、速さ時間距離は公立高校入試でよく聞かれるわけですが、あとこの猫金も公立高校入試で聞かれますが、この食塩水問題と今日のおはじきの問題は、まあ、あまり公立高校入試では聞かれずに中学受験の材料になっているところがありますけど、まあ、発想としては同じですので、実際、まあ、中学受験で出た内容で、やってみたいと思います。これ独協中学の問題ですね。はい、ちょっと近づけていきます。500本中15本が当たりのくじがあります。このくじを200本引いたところで、42本の当たりくじが入ったくじを600本追加したら 6% が当たりのくじになりました。200本のくじを引いたときに当たりは何本出ていましたかという問題です。これちょっと大変ですよね。500本もくじを作って200本もまず引かなきゃいけないですね。で引いた上 でそしてその後また600本追加するんです。42本の当たり口が入った600本追加して、でそしたら全体で 6% が当たりのくじになりましたということです。で問題は最初の200本のくじを引いた、500本中200本引いた中に当たりは何本出ていましたかという問題です。さて YouTube を見てる人はここでこの問題を、このバス停を利用しながら式に立てる、まあ、努力をしてみて止めて、考えてみてください。それでは、答えに行きたいと思います。こうなります。はい、でまず繰り返しになりますけど、濃水晶、食塩水問題とパターンは似てると、当たりくじ確率、くじ総本数、当たりくじの数というふうに考えると、そうするとまず500本のくじがあって、その中に15本の当たりくじがあったと。この500という数字と、問題文には500という数字と500という数字と15という、数が出てるんですね。そうすると逆にこれとこれをこれで割って 3% の確率だということが分かります。さてでそのうち、200本引いたと。
で200本引いた中に何本か当たりくじが出てるんですね。当たりくじが出ました。でそうすると最初当たりくじ15本入ってたわけですから、ここ X 本当たりくじを引いてしまうと残ってるやつは 15-X になります。これが300本の中に残ってる形になります。それに600本の当たりくじ、42本の当たりくじが入った600本のくじを追加するという形になります。で、これここでバス停が出てきます。で、そして足し合わせると900本のくじになりますね。900本で900本のくじになり、その当たり確率が 6% になったと考えられます。そうすると900本かける 6%、 100分の6をかけると、実は54本という数字が出てくるんですね。で、そうするとこの 15-X 足す42イコール、54本、ここのところに式が出てくるんです。このバス停の足し合わせのやつやると、この上のところに式が出てきます。で、そうするとここを式にですね、 15-X 足す42イコール54で、マイナス X イコールこうなって、 X が3本ということになります。はい。で、そうするとこれ3本、最初に200本中3本当たりくじが入っていて、まず逆に言うと197本外れだったんですね。で、そうするとここに残り300の中に12本当たりが残って、まあ、つまり最初引いた人はくじ運が悪い人なんでしょうね。200本のうち3本しか当たらなかったけど、残りの300個の中にまだ12個当たりが残ってるわけですね。で、それでやっていくとこういう形でありますというふうに計算ができます。ということで、このバス停の解き方は非常に、まあ、このパターンのさまざまな問題には有効であるということをお感じいただければというふうに思います。で、本日はちょっとこのような形で外で紙ベースでやらせていただいたので、また機会があれば、まあ、パソコンでもうちょっときれいに見える形で発信し直したいと思いますが、方程式パターンの、まあ、今日が、締め切りということになりまして、また明日からは別のテーマで数学の問題をやっていきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。